ロビーサ、またはロビサは、フィンランド南部の自治体、ウーシマー県に属する町で、フィンランド湾北岸に面している。2011年1月1日に東、ウーシマー県と、ウーシマー県とが合併するまでは、東、ウーシマー県に属していた。人口は7416人。人口の 40% がスウェーデン語話者である。自治体の面積は 1751.49 平方キロメートルであり、そのうち 931.92 平方キロメートルは湖である。人口密度は 18.91 人、0.02 平方キロメートル。ロビーサは1745年に築かれ、スウェーデン王、アドルフ・フレドリックの王妃ロビーサ・ウルリカにちなんで名付けられた。当時のスウェーデンとロシアの国境近くにあり、砦として使われていた。その時の防備の多くは保存されている。2010年1月1日に、ロビーサ地区のリルイエンダール、ペルナやルオーツインピュフターを吸収合併した。フィンランドに2カ所ある原子力発電所のうち1つである、ロビーサ原子力発電所がこの町に設けられている。発電所は2基のロシア型加圧水型原子炉からなり、フィンランド全土に電気を供給している。ヘルシンキとロシア国境に隣接するバーリマートを結ぶ国道7号が通る。ヘルシンキ中央駅前からロビーサバスステーションまで、車で約1時間、直線距離で約 75km である。ありがとうございます。